おい、どうも、アジでございます。本日なんですけども、ポチェティーノ退任、チェルシーになりがったのということで、欧州最強メディアアスレティックの記事を引用させていただきながら、今回はチェルシーとポチェティーノの1年間について、振り返っていこうかなと思います。チェルシーといえばね、今シーズン中盤、ひどかった時はね、2桁台の時もあり、正直やばいんじゃないかと思っておりましたけども、シーズン終盤、怒涛の追い上げを見せ、最終的にね、5連勝とかしちゃって、まあ、我々ユナイテッドのことを追い越し、プレミアリーグではなんと6位にまで上り詰めることとなりました。なので結果だけ見るとね、チェルシーはもともと逸材が多いクラブということになってましたから、ポチェッティーノが最適解を出したのであれば、これは強いよな、来シーズンのチェルシーやべんじゃねみたいな、そういう状況だったと思うんですけど、ポチェッティーノはまさかのクラブと双方合意し、チェルシーから退団することが決定ということとなりました。まあ、今回はね、この動画でポチェッティーノとチェルシーの1年間はどんなもんだったのかっていうのを見ていけたらいいんじゃないかなと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。2023年5月、チェルシーはパリ・サンジェルマンを解任されて以降、無職だったポチェッティーノを彼のお気に入りのスタッフと共に監督として迎え入れることとなりました。しかし彼の契約は監督としては珍しい2年間の契約となっており、ポチェッティーノ側はね、3年間の契約を求めたみたいなんですが、最終的に1年の契約オプションがついただけで、2年契約のままポチェッティーノ政権は始まることとなりました。ポチェッティーノが3年間の契約を求めたのは、安定した環境で若手選手を育て、クラブを引き上げるには時間が必要だから3年契約が必要なんじゃっていう感じで3年契約を求めたみたいなんですけども、チェルシーはポッターと5年契約をしたことをかなり後悔していたことから、そのポチェッティーノの要求を無視し、2年契約に1年間の契約オプションがつくだけの契約で終えることとなりました。とりあえずね、チェルシー側はポチェッティーノとこのような契約でシーズンを始めることになりましたから、チェルシーはポチェッティーノに短期間での結果を求めていたことがよくわかると思いますし、今シーズンの結果次第でポチェッティーノで行くのか、ポチェッティーノをクビにするのかを計画していたんじゃないかなと思います。まあ個人的にはね、ポチェッティーノを招集したんだから、長期政権を築いて、まあ共に成長していくチェルシーをファンたちに見せるんだ、ポッターではうまくいかなかったけどポチェッティーノならどうにかなるだろうみたいな、なんかそういう感じだったのかなと思いきや、案外シビアな契約をね、ポチェッティーノに強いてましたので、チェルシー側はかなり慎重に監督を選んでいたことがわかります。またポチェッティーノ側はね、理想的な契約期間ではなかったものの、最初の1年間で結果さえ出せばクラブ側と条件について話す機会はあるだろうと考えていたみたいです。そして FFP の影響って、6月以内に選手を売らなければならなかったチェルシーは、スポーツディレクターとポチェッティーノに話をさせ、放出する選手を決めていき、まずフェリックスをアトレティコに帰らせ、ハバーツをアーセナルに7500万ユーロ、マウントをユナイテッドに6420万ユーロ、コバチッチをシティに2910万ユーロと、中堅の主力選手を国内のライバルクラブに売却していき、他の中堅はミラン、ベテランはサウジへと売却していくこととなりました。このように多くの選手を売却したことで、最終的に約2億7000万ユーロの売り上げを出したことから、 FFP の基準をクリアし、チェルシーは夏の移籍市場で大暴れしていくこととなりました。この売却祭りマジですごかったよね。特に俺はユナサポだから、マウントがユナイテッドに来たの本当に信じらんなかったっすね。まあ今でもユナイテッドにいるのかって言ったらね、結構際どい線ではあるっちゃあるんですけど、まあもともと皆さん知っての通り、マウントはさ、チェルシーの象徴的な選手の一人だったわけよ。チェルシーでのラストシーズンは調子良くなかったみたいだけど、まあ全盛期はこれぐらいの活躍をしてて本当にすごかったし、マウントって上手い選手なのに守備にも走るしさ、まあイケメンだし、なんて言うんだろう、もうめちゃめちゃ印象がいい選手だったのよ俺の中ではね。だから一旦ね、マウントどこで使うの、てかマウント本当に必要なのとか、いろんな気持ちはね、もちろんマウントの移籍の時ありましたが、マウントのユナイテッド移籍が決まった時は本当に嬉しかったですし、マジで来たんかみたいな、なんか本当に衝撃的な移籍だったなと思います。そして FFP の基準をクリアしたチェルシーは、もともと合流予定だったヌクンクを6000万ユーロで合流させ、ビジャレアルから3700万ユーロでジャクソン、モナコから4500万ユーロでディサシ、ブライトンからロベルト・サンチェスを2870万ユーロで獲得。そしてブライトンで活躍したコルビルとは契約延長に成功し、クリパレのオリーセは逃したものの、移籍市場では悪くないスタートを切ることとなりました。そしてアメリカでのプレシーズンがスタートしていき、新加入のジャクソンが5試合2ゴール3アシストと大活躍しましたが、ヌクンクが4ヶ月の長期離脱をすることとなり、リース・ジェームスやチャロファーも負傷してしまう事件が起きてしまいました。いい選手たちを獲得できてね、プレシーズンではブライトンに勝ち、ニューカッスル、ドルトムントと引き分け、最終的に無敗で終えることができ、
感じなんじゃないかと思いきや、結局怪我人がめちゃめちゃ出てしまって、かなり複雑なプレシーズンだったんじゃないかなと思います。まあ怪我人がいっぱい出たけどね、プレシーズンのチェルシーかなり評判が良かったですので、まあ俺はねチェルサポじゃないから詳しい話は分かんないけど、チェルサポはプレシーズンが終わった時点ではかなりワクワクしてたんじゃないかなと思います。とにかくジャクソンが絶賛されてた思い出が個人的には強いです。そしてプレシーズンを終え、シーズンがスタートすると移籍市場終盤に入っていくこととなり、ブライトンから1億1600万ユーロでカイセド、セインツから6210万ユーロでラビア、シティから4700万ユーロでパーマを獲得し、最終的に夏の移籍市場では約4億7000万ユーロを使ってチームを強化するということとなりました。この夏も結局チェルシーは主役だったよね。カイセドとラビアの争奪戦でリバプールをボコボコにしてたのは個人的に覚えてるし、序盤もまあまあ金使ってたのに、終盤もさ、なんかカイセド、ラビア、パーマってなんかバンバン追い込んでって、チェルシーはマジでどこまでやんのかなって、注目っていうか狂気じめてるっていうか、本当去年の夏の終盤のチェルシーっていろんな感情を俺たちに抱かさせてくれたよね。もう個人的にはもう何が起きてもおかしくねえなチェルシーと思って、羨ましいっていう感情よりかはもうどうなるんだっていう、もうワクワク感が湧いてたような感じがします。でまあ個人的に思い出深いのはやっぱパーマーの遺跡かな。パーマーのことなんてマジで知らなかったから気が狂ったのかなって思ってました。だってほとんど試合に出てない選手に4700万ユーロっておかしいっしょって俺本当に思ってたからね。だから今シーズンのパーマーが48試合27ゴール15アシストして全盛期のアザール以上の活躍見せてたとか、多分シーズン開幕前、まあシーズン開幕前っていうか、まあパーマーが移籍した時に俺に教えても信じなかったんじゃないかなと思います。てかマジでパーマーって誰って感じだったから、ほんとパーマーの今シーズンの活躍って意味わかんないっていうか、もうほんとチェルサポ的には歓喜だし、他のサポーター的にはマジでって感じだよね。ユナイテッドもね、そういうパーマーみたいな選手を獲得して俺たちを楽しませてくれてもいいなとか個人的には期待します。他にも移籍市場終盤にはね、ククレジャがユナイテッドにローン移籍する可能性が出てきてたり、ルカク先生がローマにローン移籍が決まったりと、いろいろあったという感じでございました。ちなみにアスレティック曰く、フロントと監督は密接な協力関係にあったことから、フロント側はねバルサがファティを売り出している時、ファティを獲得しようと動いていたみたいですが、ポチェッティーノはね、いやファティはいらねえよって言ったことでファティの獲得を諦めるみたいな、なんかそういうこともちょこちょこあったということみたいでございます。ってことはマジでポチェッティーノ視点で考えると、まあ全部が全部ね欲しかった選手を取れたってわけじゃないから、まあこれは言い過ぎな感じはあるけど、まあ FIFA のキャリモに近い感覚で移籍市場を楽しめたのかなと思ってしまいました。個人的に思ったのは、ポチェッティーノはね契約年数が低い状況だったのに、フロントがねかなり協力的に移籍市場で動いていたっぽかったので、そのチェルシーのフロントのスタンスには個人的には驚いたかなって感じです。なんか契約年数低いんだったらね、フロントが計画した通りに選手を獲得していった方が、なんかね監督が来年誰になるかわからない状態でもなんか問題なさそうな感じがするから、この辺は本当意外だなって感じです。そしてシーズンの話に入っていきましょう。チェルシーはプレシーズン好調だったんですが、プレミアが開幕してからの6試合では昇格組のルートンタウンにしか勝つことができないという状況になっておりました。しかし得点期待値ではかなり優秀な数値を叩き出しており、ジャクソンがプレミアリーグになれ、プレシーズンでの活躍をプレミアでも見せるようになり、ライプツィヒで36試合に23ゴール9アシストしてたムクンクが復帰したのであれば、チームはうまくいくんじゃないかなと考えられていたみたいです。またアスレティック曰く、プレミアのライバルクラブのある幹部はチェルシーの関係者に対して、クラブ内の指標によれば彼らはすでにトップ4のレベルに達していると語っていたみたいです。まあでも最終的に得点77得点も取ってさ、まあプレミアで5位の得点力になってたわけだから、得点期待値でかなり優秀な数値を叩き出してたっていうのはまあ間違いではなかったのかなと思います。とりあえずこんな感じでね、クラブ内ではいい感じだったみたいですが、ポチェッティーノ監督は当時の状況に懸念を示していたらしく、中盤でコンビを組ませていたエンソ・フェルナンデスとカイセドのコンビには疑問を持ち始めていたらしく、特に同胞であるエンソ・フェルナンデスに対しては守備的な役割としては力不足で、攻撃的な役割としては創造性が足りないと感じており、ポチェッティーノはねカイセドの獲得には賛成していたものの、シーズン終盤に調子を上げるまでは求めている役割を果たすにはポジション取りが不十分だと考えていたらしく、この2人がプレミアでプレーするためにはパワーもサイズも足りていないと感じていたみたいです。また他にも時間が経つにつれ、守備面では39歳のチアゴシウバに
頼りすぎていると危機感を感じていたらしく、12月中旬になると上野移籍市場で攻撃的な選手を獲得するべきだとフロント側に求めていたみたいです。カイセドとエンソ・フェルナンデスコンビ、まあミリオンボーイたちにね、ポチェッティーノが懸念を示してたっていうのは、まあ個人的にね、まあチェルシーの試合をめちゃめちゃ見ていたわけではないので、意外だなと思ってしまいました。俺の中でね、特にエンソ・フェルナンデスに関しては、まあワールドカップではね、素晴らしい活躍を見せてて、まあユナイテッド戦でも、まあ割といい感じの活躍してるじゃないですか。で、フェリックスがデビューした試合でも、エンソ・フェルナンデスやるな、みたいな、なんかそのような活躍をしていたイメージがあるので、俺はね、結構エンソ・フェルナンデス推しの選手で、いい選手だな、みたいな、なんかそういう風に思ってたから、ポチェッティーノはね、そういう風にエンソ・フェルナンデスを見ていたのは意外だったかなって感じです。まあでも、俺はね、先ほど話したように、チェルシーの試合をね、めちゃめちゃ見てるかっていうとそういうわけじゃないから、普段からね、チェルシーを見ている人がこの動画を見ていたのであれば、ポチェッティーノのこの評価が正しいのかどうかっていうのをコメント欄で俺に教えてくれたらいいんじゃないかなと思います。ちなみにアスレティック曰く、ポチェッティーノが一番信頼していた中盤の選手は、ギャラガーということだったみたいです。この夏もね、昨年の夏と同様に、ギャラガーはね、移籍するのかどうなのかみたいなのが話題になっておりますから、マジでギャラガー、どうするんだろうね。また冬の移籍市場でね、オシムヘンがチェルシーに来るのかどうなのかみたいなのが盛り上がっていたのも懐かしいですし、そんでオシムヘン以外だと元祖賭博に聞くとトニー先生が、まあ復帰後すぐチェルシーに行くのかアーセナルに行くのかみたいなのでも盛り上がってたようなイメージがあります。こんな感じでね、ポチェッティーノは懸念点や危機感を持っていたみたいなんですが、クラブ側や選手サイドはポチェッティーノに対して懸念点や危機感があったということみたいでございます。アスレティック曰く、ポチェッティーノのトレーニング方法には批判があったらしく、彼の指導方法は高い強度を要求し、選手たちに激しい練習を課しておりました。特に1対1、2対2、プレッシングとボールダッシュに趣を置いた練習が多く、ある上級選手に近い選手が言うには、彼の練習では全てが 100% でなければならなかったんだと語っていたみたいで、また他にも怪我から回復した選手を復帰させるのが早い傾向にあったため、再び負傷する選手が多かったのはそれが原因だとも考えられていたみたいです。またまた他にも話があり、チェルシーの練習を見学した人たちは、チェルシーの選手たちはオーバーワークで強度の高いランニングを過度に課せられていたと主張していたみたいです。ちなみにポチェッティーノはね、自分のトレーニング方法が怪我人問題を引き起こしてるんじゃないかみたいなことをメディアに指摘された際、かなり強めに反応していたみたいです。ちなみにユナイテッドもね、怪我人の多さはテンハグの練習がハードだからなんじゃないのかみたいなことがね、ちょこちょこメディアで言われたりはしてましたけども、チェルシーではね、結局ポチェティーノの練習がハードだったから怪我人多かったみたいな風に言われてますから、ユナイテッドでもね、あのテンハグの練習のせいで怪我人が多いのかっていうと、それがね本当に正しいかどうかっていうのは分かんないけども、説としてユナイテッドの練習がハードすぎるから怪我人が多かったっていう考えも、まあなきにしもあらずんばなのかなと思ってしまいました。ちなみにね、チェルシーの怪我人が多かったのは、練習のハードさに加えて、ボーリーが買収した後に長い間在籍していたメディカル部門の人たちやコーチングスタッフを総督会していたことも原因だったと言われているみたいです。まあこの辺のことを考えたらね、アーサルから来た人がね、まあ来たばっかだから、ユナイテッドも人員整理の途中っていう感じになってて、まあ怪我人が多かったみたいなのも考えられるのかなと思ってしまいました。まあぶっちゃけ怪我人問題ってさ、まあポチェッティの練習が激しかったとか、メディカル部門の人が足りなかったとか、一つの大きなことが原因で起きてるっていうよりかは、いろんなことが重なって起きることだと思うから、どれか一つがね大きな理由になってるって考えるのは、まあ良くないのかなとも思ってしまいました。またポチェッティーノの練習には選手サイドからも疑問が上がっていたらしく、彼のトレーニングは戦術的ではなく原始的で、細かい指示はほとんどされず、即興的なプレーが称賛されていたみたいで、またある選手は試合直前になって起用されたこともなければ、練習したこともないポジションで起用されることを監督から発表されたり、怪我人がめちゃめちゃ増えていたことでベンチにアカデミーの選手を呼ぶこともあったみたいなんですが、その選手にもかなり謎が多く、ユースの選手は呼ばれたと思ったら何の説明もなく U21 に戻されたり、一時期ゴールキーパーが2人もベンチに入ることもあったことから、ポチェッティーノの人事は選手の中でかなり波紋を呼んでいたということみたいでございます。まあこの辺の話はね、チェルシーをがっつり追ってるわけじゃないので俺は分からないし、ぶっちゃけトップの練習に呼んでみたけど、まあ微妙だったから U21 に戻すかみたいな、多分ユースのこの扱いがね雑だった問題は多分そんな感じで、まあコミュニケーション不足だっただけなような感じはしますし、まあゴールキーパーがね2人もベンチに入っていたのは、ベンチに入っていた2人のうちどっちかはねムードメーカーだったんじゃねみたいな、なんか結構そういう感じで俺はね
ポチェティーノが疑問とされていた行動を見てしまったけども、まあとにかく選手たちの中ではハテナマークの連続だったということみたいでございます。また上層部は時間が経つにつれ、ポチェティーノには明確なアイデンティティやプレーパターンがないという見方が定着していき、もともと上層部はね、選手にフットボールを教え、ポゼッションにおけるゲームへの高度な技術的アプローチにコミットすることを求めていたみたいですから、フロントの期待とポチェティーノの現状には徐々にギャップが生じていき、前半から後半にかけてのパフォーマンスが低下する問題や試合運びにも一貫性がなかったことから、上層部はポチェティーノの試合中のマネジメント能力に疑問を持ち始めていたということみたいでございます。チェルシーの上層部がね、ポチェティーノのことを評価しているのを見ていくと、なんかイネオスがね、テンハグに対しても同じような評価をしていてもおかしくはないなと思ってしまいましたが、まあどっちかっていうとね、最近のポチェティーノさんは戦術家っていうよりも、まあプレスは仕込むけど、あとはなんか頑張れお前らっていう感じのモチベーター寄りの監督っていう感じがしたので、なんかゲームへのね、高度な技術的アプローチにコミットすることを、まあポチェティーノ先生に求めるのは、なんかフロントが人生ミスっちゃったんじゃないかなと個人的には思ってしまいました。まあでもあれか、まあでもモチベーターの監督なのにもかかわらず、試合後半になるとね、パフォーマンスが落ちているっていうのは、まあモチベーターの監督としてもどうなんっていう感じな気もしますので、まあポチェティーノ先生はまあフロント的には疑問に思われても仕方ないことをしてたのかなとも思ってしまいました。とりあえずこんな感じでね、選手たちやフロント側から疑問や懸念を持たれていたみたいなんですけども、ポチェティーノは決して悪い監督ではなかったということみたいでございます。ポチェティーノは選手たちと信頼関係を築くことに趣を置いたスタイルでチームをまとめていたみたいなので、プレシーズンが始まる前やクリスマス前、3月の FA カップ準決勝の前など定期的にバーベキューを開催し、選手たちに家族を連れてくることも奨励して、練習場に家族のような雰囲気を作り出そうと頑張っていたみたいです。そのためスタッフやね、選手たちには愛されていたらしく、彼の退任を悲しんでいる声も一定数あり、特に様々なクラブを経験したある上級選手曰く、これまで仕事をした中で彼は最高の監督だと言っている選手もいたということみたいでございます。まあアスレティックにはね、様々なクラブを経験したとある上級選手って言ってたけど、もうチェルシーって上級選手チアゴシウバぐらいしかいないじゃん、様々なクラブを経験しているとか。まあこの記事を読んでて俺は、あ、チアゴシウバ的にはポゼッティの最高な監督だったんだなと思ってしまいました。てかぶっちゃけこの表現だと匿名にする意味あんまないから、普通にアスレティックも書けばよかったのね。まあ俺が知らないだけで、チアゴシウバ以外にもめちゃめちゃベテランがいるかもしれないから、まああれっちゃあれなんだけど。あとやっぱバーベキューって大事なんだな。なんかバーベキュー家族ぐるみで一緒にやったら仲良くなるみたいな。まあまだね、俺の年齢だと子供ができて子供と家族ぐるみでバーベキューとかないから、その辺の実感したことってあんまりないんだけど、まあそれはかなり好評だったみたいですから、結局ポチェティーノって、まあ、モチベーター系の監督なんだなと改めて思ってしまいました。とりあえずこれまでの話でね、ポチェティーノがチェルシーでどんな感じだったのかっていうのが分かったと思いますので、ポチェティーノが退任するまでの流れをここから見ていこうかなと思います。ポチェティーノの退任が近づいたのは4月26日の記者会見だったらしく、その会見にてポチェティーノは、組織全体が今シーズンの問題の原因であると主張していたらしく、私の責任はチームのパフォーマンスだ、しかしクラブは私が機能するための構造を設計し計画している、結果を見れば監督だけの問題だと言える、でも私はクラブの鍵を持っていない、ここで全ての決定を下すのは私ではない、それははっきりさせておかなければならないんだ。ポチェティーノがこのような発言に至ったのは、クラブのスポーツディレクターであるポール・ウェンスタリー、ローレンス・シュワートと対立していたからだと言われており、対立した理由は先ほど話した通り、トレーニングの方法やクラブの長期的なビジョンとポチェティーノのアプローチに大きなギャップがあることが原因だったみたいで、クラブの上層部はね、ポチェティーノっていうよりかはこの2人のスポーツディレクターのことを信頼していたみたいですから、このポチェティーノの会見はクラブ内での評判が非常に悪く、ポチェティーノはチェルシーで仕事をする気がないという印象を強くしていたみたいです。なんとなくポチェティーノの発言を振り返ると、チェルシーという組織が悪いからピッチ上でも結果が悪いって言っているように見えますので、ぶっちゃけこれが全てなんじゃね、もう相当スポーツディレクターもだるかったんだろうし、こんな状況でお前結果出せるかよっていう怒りが爆発してしまった会見だったのかなと思います。まあぶっちゃけこの辺のことはね、ユナイテッドの状況にも当てはまる可能性全然ありそうですから、まあテンハグももしかしたらこのようなことを思っているのかもしれません。まあでもフロントの立場でね、ポチェッティーノのことを見ていくと、移籍市場ではね、動ける範囲で監督に協力して、まあお前がほってこいっていう選手を取って
できたわけじゃないですか。そんでお前練習でめちゃめちゃハードなことやって怪我人めちゃめちゃ増やしていい人っぽいけどさ、ピッチ上であんまり戦術なくて今後めちゃめちゃいい方向に向かってくかっていうと、まあそういう風にも見えない。そんな状況の中でさ、まあ会見で自分たちを批判するようなことを言ったのであれば、まあそれはそれでムカつくだろうし、こいつないわってなるだろうから、フロントが怒る気持ちもわからなくはないんじゃないんだよね。だから本当に思うけど、やっぱ人間関係って難しい、本当に難しい。ポジェティーノ的にはね、もう怒り爆発でわーっつって、ポジェティーノにはポジェティーノに不満があったんだけど、まあフロント側もフロント側でさ、いやお前あんだけ金出していろいろサポートしたのに結果も出せないし未来も見えないしなんなんってなるから、退任するのが妥当な感じ指摘してたね。おいやお。またポジェティーノはオーナーたちにも不満があったらしく、2月に行われたホームでのウルブツ戦にてチェルシーは4対2で大敗していたみたいです。その敗北によってね、チェルシーは11位まで後退してしまったことから、シーズン終了前にポチェッティーノが解任される可能性が非常に高まっていたみたいなので、ポチェッティーノはねオーナーからの応援の電話を望んでいたみたいなんですけども、そのような電話はオーナーからなかったらしく、その時から非常に孤独を感じるようになり、そのようなフォローをオーナーは行わなかったのにもかかわらず、ボーリー先生はスポルティコ会議やカタール経済フォーラムなどで現在のプランがまとまっていい方向にチェルシーは向かっているというような発言をし、そのような発言をしていた時期にポチェッティーノは現在の状況がいいとは思っていなかったことからその発言に対して怒っていたらしく、また公には否定されているみたいですが、チェルシーの共同オーナーであるボーリーとエグバリの間にある緊張した関係もポチェッティーノ的に仕事をする上でかなり大変だったということみたいですから、最終的にシーズン終盤5連勝して6位まで上り詰めることになったっちゃなったんですけども、シーズン終了後に2人のスポーツディレクターとエグバリさん、ポチェッティーノの4人で開催された2日間にわたる6時間の話し合いにて全会一致で別れることに合意し、ポチェッティーノはチェルシーから退団することが決まったということみたいでございます。まあ本当この話聞いてるとさ、チェルシーってマジでやりづらい職場なんだろうね。2人のスポーツディレクターがさ、なんか自分よりも権力持ってて一番権力持ってそうなオーナー2人は不仲で結構仕事する上でやりづらいって、まあまあ嫌だよね。そんでまあ個人的にはね、オーナーがわざわざ励ますような電話をねする必要があるのかっていうと、そこら辺は微妙だけど、まあ自分をね無下にするような行動をオーナーは取ってくるわけでしょ。そんな状況だったらね、やっとシーズン終盤にチームがうまくいき始めててもまあ退任を選ぶだろうなと思うし、ぶっちゃけポチェッティーノってさ仕事をしなくてもいいじゃん。もしねポチェッティーノが若手の監督でビッグクラブに移籍したばっかだし金稼がなきゃいけない、ゲットマネーやみたいな、なんかそういう追い込まれている状況だったらさ、ぶっちゃけ多分チェルシー辞めないと思うけど、そういう立場でもないから、まあある程度職場側がやりづらいとなると、まあ退任を選ぶのは仕方ないと思うし、まあ本当この1年間が結果的に無になってしまったのは仕方ないことなのかなと思います。まあ無になったっつってもパーマーが超活躍してるからエースは見つかったわけだし、完全に無だったかっていうとそういうことはなさそうだけどね。ちなみにこのポチェッティーノの退任はトゥヘルの退任の時とは異なり、険悪な雰囲気で終わったという感じではなく、むしろ友好的に終わり、お互いにとっていいものであったと全ての関係者が語っていることから、まあ2日間で6時間って意外と短いじゃない。なんか結局全員が全員チェルシーのこの1年間って絡み合ってなかったような感じがするから、まあこの退任が友好的に終わったっていう話を聞いても、まあそうなんだ、まあ妥当だよねっていう感じに落ち着いてしまいました。おいやお。とりあえず終盤チェルシーはいい感じになったけど、こんな感じでポチェッティーノの退任が決まり、新監督を探し出すという状況になってしまいました。ちなみに条件の方もね、アスレティックの方に書いてありましたので、それを読んでいきますと、条件は選手たちと共に成長し、数年にわたってプレースタイルを発展させることができる若手の監督を検討しており、それだけでなく、ファンとの絆を深めてくれる人物を求めていて、プレミアリーグと FIFA クラブワールドカップを戦えることも期待しているということみたいでございます。めちゃめちゃ要求するよね。まあ一回終わったらね、なんつうんだろう、あ、相手に求めてる能力ってこれなんだっていうのがなんとなく分かるっちゃ分かるけど、色白で巨乳で可愛くて美人でみたいな、それと似通った感じがするので、個人的にはねそんなやついるのかっていう風に思ってしまいました。てかチェルシーも強気っちゃ強気だよね。ぶっちゃけ職場環境が良くないっていうのはさ、まあポッターの先生の時に世界中にバレて、でまあ今回のポチェッティーノの件でもまあバレたっちゃバレたわけじゃない。なのに難しそうな条件を
出してるっていうわけだから、まあでも夢は夢じゃなけりゃつまらないだろって、まあ、忍たらじゃねえわ、まあ、乱太郎たちも言ってたから、まあ夢はでっかくないとね、小さな夢も叶わないということで、まあチェルシーの監督選びに関しては楽しんでいこうかなと思います。ちなみに一応候補にはね、具体的な名前が上がっていて、イスプイッチタウンを昇格させることに成功したキーラン・マッケナ、レスターを昇格させたエンツォ・マレスカ、ブレントフォードのトーマス・フランク、またコンパニア・デズルビンも可能性は低いようですが、候補から完全には外れてないということみたいでございます。まあ人気な監督はね、ビッグクラブから声かかってるでしょうし、この辺の事情に進展がありましたら、まあ一旦まとめても面白いかなと個人的には思ってるんで、少々動画の方はお待ちくださいって感じです。ちなみにマッケナ先生はね、いろんなクラブから注目を浴びていて、もともとユナイテッドでね、まあアシスタントをやっていた経験もありますから、まあ単体で動画にしても面白いのかなと個人的には思っております。ちなみにチェルシーのフロント陣営がね、ポチェッティーノに対して不満だと感じていたポイントは、まあ新しい監督にもね、求められる条件だと個人的には思いましたから、その辺をまとめましたので、それを見ていきますと、まず一つ目は優れたコミュニケーション能力になるのかなと思います。自分よりも権力を持つ2人のスポーツディレクターと2人のオーナー、そして多くの若手選手たちと良好なコミュニケーションを維持し、意見の違いを円滑に進める能力がチェルシーには必要そうだなと思いましたから、まあやっぱ新しい監督に求められる一番最初に必要な能力っていうのはコミュ力なのかなと思いました。そして2つ目を見ていきますと、2つ目は戦術的な柔軟性と技術的アプローチになるのかなと思います。ポチッティーノにはこれがなくてね、まあ上層部からは疑問にもたれ出したみたいな側面ありましたし、まあここは結構譲れない条件でもあるのかなと思います。だからまあモチベーターっぽい要素がね、1つ目で求められてる気がしたけど、戦術家の一面もね、持ってなきゃいけないっていうことだから、もうこの時点でかなり難易度が爆上がりしてるよね。そして3つ目は育成能力となっており、フロント的にはね、若手選手がいっぱいいるのに、ポチェッティーノは技術的なね、アドバイス、フットボールを教える感じで選手に接していなかったから、なんかこいつ違うんやけどなーっていう風になっていたと思いますので、まあチェルシー的にはいい選手いっぱいいるし、この若手選手たちを素晴らしい選手に持っていける能力が欲しいっていう感じなのかなと思ってしまいました。まあとりあえずフロントが求めている4つの条件と、俺がねポチェッティーノの1年間を見た限り必要そうだなと思った能力3つ、合計でこの7つのね特徴を持つ監督なんて、もうマジで本当存在しないと思うんだよ。本当なんか女の子で言うと佐々木希とか、あれか誰だ、佐々木希ぐらいしかもう思いつかないけどさ、まあ多分そういうレベルよな。あ、ガッキーとか、まあ別に人によっては全然好みじゃないだろうし、まあね、愛花が好きだみたいな、そういう人がいるだろうから、まあ全然なんて言うんだろう、人によって当てはまるか当てはまらないかとごちゃごちゃだから、女性の名前を出し始めたことにちょっと後悔はしてるんだけど、とりあえずそういうようなことをねチェルシーは、まあ、新しい監督に求めてるような気がするから、マジでチェルシーがねどこを妥協して監督を選ぶのかっていうのは個人的に注目してるかなって感じです。とりあえずこんな感じでね、次の監督誰になるかなで終わってもよかったんですけど、チェルシーはさりげなく財政的な問題も解決する必要があるということになっており、2223シーズンでは合計で9110万ポンドの税引き前損失を計上しています。まあ前年度の損失はね1億2140万ポンドでしたから、まあ一応ね減少はしてるんですよ、損失の方は。でもこの損失をねどうにかして埋めないといけない状況ですから、選手を売却しなきゃいけないよねっていう感じになっております。まあ先ほども話したように、昨シーズンと比べるとね損失額が減ってますから、めちゃめちゃ昨シーズンの夏みたいに選手が出るかっていうとそういうわけじゃないだろうけども、まあやっぱりある程度選手は出さなきゃいけない状況っていうのは理解してた方がいいんじゃないかなと思います。ちなみにポチェッティーノにね一番信頼されていたギャラガーは下部組織出身の選手なので、売却できた場合は財政的に非常に厚く、契約もね2025年までとなっておりますから、ギャラガーがチェルシーと契約延長をしないという判断をした場合、この夏市場に出るのは確実と考えていいんじゃないかなと思います。またギャラガー以外にね契約期間が短い選手いるかっていうとそうでもないから、もしかしたらサプライズ的にねチェルシーから意外な選手が市場に出るみたいなこともあり得るのかなと思ってます。まあでもチェルシーにはね、まあローンで出てる選手も結構いるじゃない。なんか CL で活躍していたドルトムントのマートンセン君や、大きな赤ちゃんことルカク先生、マドリーに行ったケパさん、あと他にはあれかブロヤとかハキムツイクとかも一応ローンに出てて復帰する予定があると思いますから、まあチェルシー的にはね今いるトップチームの選手たちよりもその選手たちを売却して、まあ損失を補填したいだろうなと思います。この夏ローン以外の選手だとね誰が市場に出ると思いますか、その辺のことをチェルシーサポーターの方
コメント欄で教えてくれると嬉しいかなって感じです。以上で今回の動画終わろうかなと思います。なんかバルサの裏話の動画が結構いい調子だったから、まあ、久しぶりに裏話系の動画を、まあ、自分のクラブ以外で作らせていただきました。まあやっぱ知らないことを知るっていうのは結構楽しいし、やっぱフロントの人間関係とか、まあ、実際こうだったああだったって話はマジで面白いから、まあ、今後もね、まあ、こういう動画撮っていこうと思いますし、こういう動画が好きな方は、まあ、ぜひぜひ登録チャンネル登録の方をして、まあこの夏移籍市場でもいろんな動きがあると思いますから、一緒にサッカーの方を楽しめたらいいんじゃないかなと思いました。まあ、以上で今回の動画は終わろうかなと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょうってことで、わいよ、チャ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